皆さんこんにちは。ライフオブワーシップへようこそ。ニューホープヨーカムの牧師をしています、タンタンこと山口崇春です。前回前々回とですね、2回ちょっと私顔面の骨折をしまして、そして番組出演することができなくて、急遽渡辺慎太郎先生に代役をお願いしたんですけれども、今回こうしてまた番組に戻ってくることができて感謝しています。この番組では主を愛し賛美を愛する、そのような方々をゲストにお招きして、主を愛すること賛美することの素晴らしさをお届けしています。この番組のひとときもあなたにとって素晴らしい神への賛美となりますように。今日のゲストはインディケーターをお迎えしています。それでは今日のゲストを紹介したいと思います。今日のゲストは3ピースバンド、かっこいいです、インディケーターの皆さんです。イエーイ、ようこそいらっしゃいました。まあ僕はね、同じニューホープチャーチのグループなんで、キャンプだったりいろんなイベントでね、一緒に奉仕する機会があるんですけれども、まあ、今日は改めて自己紹介をしていただきたいと思うんですが、じゃあまずタッピーから。はい、インディケーターベース担当のタッピーです。よろしくお願いします。はい、タピ次。はい、インディケーターで、ボーカルやってます明石と言います。お願いします。明石。はい、インディケーターでドラムを担当してますハヤトです。よろしくお願いします。はい、まあ2人ちょっと顔似てるようだけど兄弟ですね。はい、今日はねこの3ピースバンド、サウンドも今時、見た目も今時なんですけども、そして彼らのね、心熱き男たちです。イエス様を愛する男たちですが、改めてね、今日この番組3人をお迎えすることができて本当に感謝しています。1曲目早速紹介していただきたいんですが、はい、1曲目、ラブソングというタイトルなんですけど、まあいわゆるなんか誰かを好きになる、愛するっていうその甘いラブソングとはちょっと趣が違って、どうしてもまあラブソング書きたいなってずっと思ってて、ずっと書けない時期が続いてて、でラブソングを書こうって決めて、でもなんか甘いのがどうしてもなんかただたなんかすごい楽しい、愛はすごく、まあ、美しいものですごく希望あふれるものなんですけど、なんかだからといって何でもかんでもこう綺麗なものが愛でって言って偽物じゃないですけど、本当の愛からどんどん外れてしまって、お金で買えちゃう、すごい身近にある近くの人と会えばすぐにそこで生まれるっていう、そのインスタントな愛とはちょっと違って、本物の真実の愛を求めてるっていうことをなんか告白したような、そんなラブソングですね。はい、じゃあ普通のラブソングとちょっと趣の違う内容になってますね。じゃあ聴いていただきたいと思います。1曲目ラブソング。いつも探してたんだ傷だらけの心が少し潤うようなラブソング、上乾いてるんだ涙も出ないくらいに、だから歌うんだラブソング、形のないものだから好き勝手に作って当てはめてみるけど届かない、その場しのぎじゃなくてそんな脆いもんじゃなくてずっと欲しかったのは本当の愛、素直な感情を殺して大きくなれ潰されないように
少し震うようなラブソング。上が湧いてるんだ、涙も出ないくらいに、だから歌うんだラブソング。はい、早速1曲目弾かせていただきました。ありがとうございました。まあ、そもそもこの3人同じ教会のメンバーでね、まあ、クリスチャンホーム育ち、また2人はお父さんが牧師っていうね、いわゆる PK ですけど、まあ、一緒にこうして音楽活動するというかバンドを組むようになったきっかけっていうのはどういうものがあったのか。そうですね、もともと教会の中で、まあ、中学ぐらいからそれぞれ楽器を始めて、教会の賛美チームに加わっていきつつ、で、まあ、高校とかそれぞれがまた別々の学校とかでバンドを組んだりとか、そういうところで音楽活動を始めていって、でインディケーターっていうバンドを組むきっかけになったのが、そのユースのクリスチャンワーシップライブっていうのがあって、でうちの教会から若者でバンドないかねみたいな話が来たんですよ。でだったら、あ、じゃあここで組んでみようかっていう話から始まって、で組んだら思った以上に面白かったんですよ。でこれはちょっと続けたいと思いまして、そこから活動っていうのが始まってますね。なるほどね。でこのバンド名のインディケーターっていうのはどういう意味が込められてるんですか。まあ、それはドール標識っていう意味なんですけど、直訳すると、でもそこからちょっともじって、その物事を指し示す人だとか、そういうものに、なるほど、そういう意味が含まれてます。物事を指し示す、あるいは道しるべとなっていきたいと、まあ、今日迷子になってきたけどね、はい、なるほどね。そういう願いを込めて、そしてもちろん指し示したいのはイエス・キリスト、ジーザスなわけですよね。まあ、3人それぞれクリスチャンホームで育っているけれど、まあ、どのようにして自分自身のこう信仰っていうものが生まれてきたのかな。はい、そうですね、自分自身やっぱもともとお父さんが牧師で教会に生まれた頃から通っていて、で結構一時期悩んだんですよ。その自分にはこういう衝撃的な変わるっていうきっかけがなかったなっていう、こうじんわりじんわり守られながらクリスチャンになっていって、その道を歩んでいるけど、そういうノンクリスチャンに対してアプローチどうすればいいかなみたいな、そんな感じがすごいあったんですけど、やっぱこう自分に与えられてるものなんだなっていうのをすごい途中から感じ始めて、で自分自身にとっては神様がいることが当たり前、でその感覚っていうのがやっぱすごい大事だし、でむしろやっぱノンクリスチャンに、あ、クリスチャンとノンクリスチャン両方の人に対してリーチができるんだなっていう、そういうのをすごい途中から気づかされましたね。なるほど、はい、じゃあお兄ちゃん。そうですね、まあ兄弟なので自分も彼と同じような、すでにもう当たり前のようにそばに神様がいて、教会に行って、で神様に愛されてる、愛がある、そして希望があるっていう中で育ってきて、で自分の場合はそうですね、少しエピソードを話すと、音楽をそのバラバラでやってるその中で、まあ、プロを目指してギターを弾いてた時期があったんですね。でもうたくさんの戦いの中、音楽だけをこう信じて、音楽が大好きだって、それだけで突き進んでいった時に、大好きな音楽をやってる、大好きな音楽をみんなで仲間で燃えるようにやってるのに、すごく満たされない心っていうのを感じて、楽しいけど違う、なんかすごいこの空間はまあ、もちろんみんな本気なので、すごく自分にとって憧れてた場所なのに、いざその中に立ってみると何かが足りない、何かが欠けてるって、もう本当に日曜日は教会で礼拝して神様ってやって、で他のところに出てって違うところでがむしゃらのように音楽をやってって言って、その中で、あ、違うんだなって、どれだけいろんな素敵なものがある中にいても、本物はなんかここにあって、でそんな中インディケーターっていうバンドを始めて、あ、これだ、自分が今まで経験してきた全てものはここにつながってたんだなっていうのを感じて、まあこれは一つのその神様を体験したエピソードですけど、あ、自分の中に神様がいろんなところを通って
外れてたけども、うん、神様がまた引き戻して、うん、またこんな素晴らしいメンバーを集めて、うん、今インディケーターでこういう場に出てるんだなっていうのが、うん、なるほどね、嬉しいです。すごく幸せです。じゃあある意味でこのバンドを通してより自分の信仰が明確になってったっていう ね、 うね、うん、ことなんだよね、うん、そして最後リーダーのタピアどうですか。まあ、自分もちっちゃい頃から教会行ってて、うん、その行くのが当たり前だとか神様がいるのが当たり前だっていうのはあったんですけど、うん、まあ、一番考えさせられたのが20歳過ぎ頃で、うん、まあ、ちょうど自分大学生やってて、うん、まあ、その頃ちょうど就職活動があって、うん、はい、でいろいろ悩んでて、で就職活動もうまくいかなくて、神様にこの聖書の御言葉で一つ与えられたものがあって、うん、狭き門から入りなさいっていう御言葉が与えられて、うん、あ、これはもしかしてただ仕事をするだけじゃなくて何か他にもやってみなさいっていうことなのかなって、うん、この音楽ちょうどその頃にインディケーターが始まったので、うん、こっちの道に進みなさいっていうのを神様から与えられて、うん、こうやって今組んでる、うん、そうですね。そんでまあ、うん、活動してやっぱり楽しいし、うんうん、でいろんな教会で活動して、うん、その神様を導けてるっていうのが幸せですね。なるほどね。じゃあ3人それぞれもう自然に信仰を持つようになったけれども、そしてそれぞれが音楽をスタートするようになって、でも時にはその音楽が神のようになってしまったり、いろんな葛藤があり、でもそういうところを通して、そして3人が導かれてバンドをやるようになって、より信仰が明確になっていったというか、そして神様を指し示すようになっていきたいって思えるようになったっていうね、まあ、そういうことだと思うんですね。じゃあ2曲目紹介していただきたいと思うんですけども、2曲目はどんな曲ですか。はい、ま、He Knows My Name っていう、うん、富岡さんの、富岡の、うん、はい、で、まあ、自分たちがその与えられた、うん、本当に気づいたらそれぞれ違う 活動をしてて、うん、なんかバラバラだったのに、うん、なんか気づいたらそういえばドラムやってるよね、うん、そういえばベースやってるよね、あ、そういえばギターやってるよね、うん、っていうので結成して、うん、あ、自分にはそういうギター、ベース、ドラム、そういう賜物を神様から与えられて、うん、プレゼントされて、じゃあもうそれを使っていこうって、で使ってた時にまあすごい喜びがあったんですけど、うん、その神様が自分たちを作ってくれたんだ、神様が全てを用意してくださったんだ、うん、このサミがまあ、インディケーターで時々やったりするんですけど、うん、あ、改めて、うん、あ、神様から与えられたものを使って、うん、音楽が神じゃなくて神様に音楽を返していこうっていう気持ちを込めて、うん、なるほど、はい、じゃあ聴いていただきたいと思います。 He Knows My Name。
い、He knows my name ありがとうございました。僕もねすごく大好きな賛美の一つですけどもね、本当に素敵な歌ですね。まあ先ほどもね、みんながそれぞれこう音楽活動別々にしていたけれど、インディケーターで組むことによって、そして自分たちの言葉で賛美を生み出すことによって、より自分たちの信仰が引き上げられ、信仰が明確に、ね、なってきたっていうことを伺ったんだけど、まあ、一方で、全て、ね、歌詞は証が作っているっていうことなんだけど、まあ、曲もそうなんだけど、自分の中でこう賛美ができない、賛美する葛藤を覚えるっていうことがね、やっぱあったんじゃないかなと思うんですよね。またクリスチャンホーム、牧師家庭ならではのプレッシャーだとかね、そういうあたりはどうなんですかね。そうですね、なんか自分なんかもやっぱ守られて祈られてきたので、そういうクリスあのイエス様を信じられないとか、信仰が自分には全くないみたいな、そこまでは落ちることはなかったんですよ。まあ、この先分かんないですけど、でその中でやっぱりこう賛美チームという空間に、自分入っていったんですけど、やっぱり音楽がどんどん好きになっていって、音楽に目を向かないように、やっぱり音楽を超えたものが賛美になってくるわけで、そこに神様がいるいないで大きな違いがある、で自分自身やっぱりその音楽に目を止めずに、神様に目を止めていくっていう、その葛藤っていう期間は結構長かったですね、自分自身。まあこれからもずっと気をつけていく部分だし、そこの部分はやっぱ、まあ、これからワーシップを始めていきたいっていう若者、若い人たち、教会のユースとかにどんどん伝えていきたいなっていう思いがありますね。まあ彼のように、まあ自分も、そうですね、まあ自分の場合ですと、どうしても小さな頃から家族、教会と、まああとは学校だったりとか、外の世界、なんかすごく、まあ、ギャップのあるっていうような、まあうちの両親がとても、まあ、陰できっと祈ってたんですけども、やっぱ自分たちをすごく自由に、だから本当に普通の学校に行って、普通の友達いっぱい作ってっていうところで育ってきて、だからすごくそのギャップっていうのをなった時に、どんどんその裏表じゃないですけど、日曜日教会の中、家の中では神様だけど、外に出たらどうなの、それを、あ、じゃあその時の自分はどうなのってなった時に、どうしてもその中でも、どんな時でも、いつでも神様はいる、いつでも心の中に住まっているのに、自分からそこから離れちゃう、でボロボロになって引き戻してもらって戻ってるって、もっともっと自分からなんか離れていく、もしくはそういう状況に置かれたとしても、その中で神様を呼び求めたい、祈り求めたい、でどんなところでも、まあ、自分の心をその神様に向けて自分を捧げる、その中で、あ、まあ、自分の中でそれがやっぱ賛美なのかなって、でインディケーターの活動も音楽も、どんなところに行っても、どんなところでも、どんなものをあっても、自分の全てをもう全部捧げて、目を全部そっちに向けたい、でそれを求めてるっていうのを、求めてるんですみたいなそういう気持ちがあって、でそれも正直に話しちゃおうと、なんか自分から離れたんでしょっていう、いやいやでも求めてん、俺は求めてるんだっていうのも正直に全部捧げちゃうっていう気持ちが、まあ、タピエ、さっき就職活動の中で ね、一つの狭き門から入りなさいという御言葉からまた目が開かれてったっていうことを言ってくれたけど、まあ、一方でこう自分自身の賛美ができなくなるようなことっていうのはあったんですか。まあ、そうですね、まあ、2人と違ってちょっと自分はスタートラインが遅かったんです。楽器を始めたスタートラインっていうのが、まあ、20歳ぐらいにちょうど始めて、まあ、その出来上がっている賛美チームの中に飛び込んでったような形だったので、まあ、やっぱり自分の中でうまく弾けてないとか、本当に導けてるんだろうかっていう葛藤があって、まあ、その中でやっぱり聖書を読んで御言葉を与えられたりして、もう何度も何度も励まされて、賛美にももちろん励まされて、
それで続けていって、うん、今こうやって賛美チームの中に加わって、うん、それこうやって賛美導けて、うん、そうですね、だからまあやっぱり神様が与えてくれた能力をこの神様にお返しするっていう意味での賛美を捧げています、うんうん、なるほどね。不思議だけど賛美できないんだけど、それでも賛美し続けていくときにまた賛美ができるようになってくるというかそしてまたたくさんのその御言葉による支えというか、御言葉による励ましっていうことが大きいんだよね、うん、そうですね、そういう意味では御言葉を握って賛美していくっていうことはすごく大事だよね。うん、さあ、あっという間に最後の曲になってしまったんですけど、最後の曲はどんな曲ですか。はい、まあ、声を探してというタイトルなんですけど、うん、もう求めてる、神様を求めてる、うん、もうただ多分その気持ちだけで多分書いて、うん、声は聞こえる、うん、だけどいろんなところにいるといろんなものばかり目についちゃって、うん、その聞こえてる声も、うん、なんかふわーっとなんかそこから離れてしまったり、うん、その声をなくしてしまったり、うん、だけどやっぱ心はそれを求めてる、うん、ずっとその声を探してる、うん、自分から離れてたけども、うん、でもやっぱり求めてる、うん、その声を探し続けてる、あなたに会いたい、あなたに触れたい、うん、もっともっと本物にたどり着きたいっていう、うん、そういう曲ですね。なるほどね。じゃあこの声というのは神様の声を探して、神様をもっと知りたい、もっと聞きたい、もっと求めたいっていう、そういう歌なんだね。はい、それでは聴いていただきたいと思います。声を探して。
気づいてた。でもすぐに聞こう。スリーピースバンド、インディケーターをお迎えして番組をお届けしてまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。非常にね、見た目もルックスも、そして彼らの奏でるサウンドも今時なんですけれども、彼らのハートの中にあるのはね、本当に神様に対する純粋な愛、純粋な信仰なんですよね。僕はよく彼らとね、いろんなところで一緒に奉仕をする機会があります。昨年の夏もですね、一緒にユースのキャンプで奉仕をさせてもらったんですけどもね、いくつかの教会が合同で作り上げているユースのキャンプでしたね。で、彼はね、キャンプ場にね、一番早く乗り込んで、一番最初からいろんなキャンプの準備をするんですね。キャンプ中も寝る時間を惜しんで祈り、捧げ、準備してましたね。そしてキャンプが終わった後、キャンパーが帰っても一番最後まで残って、最後の最後の片付けをやって帰るんですね。ああやって音楽の技術も表に立ってやることも、彼らはね、本当にかっこいいし、賜物も豊かです。でもそういう人が見えないところでも主を愛し、主に仕えている、そういう兄弟たちなんですね。だから僕はあのインディケーターの3人組大好きなんですね。そしてこの名前は、彼ら言ってくれましたけども、道しるべ、イエス様を指し示していきたいんだっていうね、そういう思い、願い、祈りが込められているんですね。ヨハネの福音書の1章の6節にこうあります。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。バプテスマのヨハネも神様に大きく用いられた人物ですね。でも彼は光ではなかった。ただ世の罪を取り除く神の子羊であるイエス様を指し示すために使わされたんですよね。インディケーターもまさにね、現代のそういうバプテスマのヨハネのような役割をこれから担ってくれるんじゃないかなと、そう期待しています。この番組、皆さんいかがだったでしょうか。また番組でお会いできることを楽しみにしています。 God bless you.